せ、殺せ、殺せ、殺せ。クルーメイ、レッツゴー。シュ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 、あのこれシュッシュっていうことでね、あのこの落ち葉ね、あのスピードがね速くなりますので、覚えててください。緑、緑、青、紫、全然こんね。あえて最初サボタージュしないっていうのもありか。はい、ミュート解除しました。はい、はい、解除。スナダメ発見しました。はい、カスターさんが、はい、メドベイの、あのこう、お立ち台みたいなところで亡くなっていました。はいはい、なるほど。はい、最速っぽいですね。で、アスさんは絶対私目線から白です。ずっといたので。はい、僕もスナダメさんとほぼ一緒に。常にいましたぐらいなんで無理だと思います。はいはい、メドバイ行ったのも見てます。はい、選択肢赤色と、緑畑さこさんと、青マシャカリさんと、紫リンネさんはナビゲーションにいたので絶対不可能です。そうですね。はい、これ結構絞れますね。浮いてる人だね。だいぶ下ウェポンに行きました。リンネさんを見てたと思います。赤だ。はい。内田さんを見てた人は。他にリンネさんは確かにウェポンにいたのを見た感じですか？ちょっと一田殿は記憶にちょっと了解いたしました。まあまあ一旦一田さんはじゃちょっと浮いちゃってるかもしれない。はい、うん、で、ゲンです。砂亀さんの、はい、セリフじゃなければゲンは結構サイクロ1になってしまうと思います。ゲンカフェテリアに最後まで残っていて、左上のタスクやった後にアッパーエンジンが最終地点なのでかなり怪しくなっちゃうと思います。誰もにも見られてないので。なので、ゲン、イチタ、タカダのお三方がちょっと、あまりないように感じてしまう。高田さん、どこでしたっけ？こうカフェから下に下ったドミンのとこで、多分砂ザメと、あ、そうですね。やってるけど、多分砂ザメアス視点だったら、俺がやって戻ってくるのは全然。まあ、全然そうですね。まあまあ、一応容疑者位置では、多分、時間的可能な位置だと思う。可能でした。うん、はいはい、じゃあ、3人ロラするか、もう。マジか。それはマジか。3人ローラーは。いやまあまあ、枯れるけど。高田さん最初右、カフェテリアの右上やりましたよね。やってから俺はストレージ側の方のアドミに下っているから、あ、ね、まあ、多分誰も証明できる人は、うん、ほぼその後殺しに行ってる可能性まであるし、高田さんが右上やってたのを見たっていうことで、僕がウェポンに行ってたのがちょっと濃くなった。あ、確かに確かに、うん、ミュートします。しまー、じゃあゲンさんじゃん。ゲンさんでしょ絶対。つっちゃうかも。お、はいはい、ボタン押す意識押しますね。誰もいなかったので、はいね、誰もいなかったのでちょっとありがたい。はい、はい、まあ、誰か直すだろうと思って、はい、待ちました。なるほど、ありがとうございます。結構絞れますね、初手は。じゃあ市田さん目線はゲンさんが怪しいって感じですか？ゲンさんか、うん、その高田さんが砂染めさんで、高田さんで今多分ゲンに入れましたよね。あ、入れました。早いよ、早いよ。多分ボタン消費したからって理屈で多分ゲンに入れました。いや、そう、消費したし、いや、単純にゲンさんじゃないと成立しない、自視点はね、うん、そうですね。実はもうゲンさんでしかないと思うから、足しては知らないけど、俺はゲンさん。ゲンさん、砂染さんぐらいですよね、高田さん視点は。ああ、そうか。まあまあ、セリフレポートがあるかな。まあでもほぼないと思うから、もうゲンさん、実視点はゲンさんだと思う。他の人たちはちょっとわかんないと思うけど。はいはい。あれ、伊豆田さんのそのウェポンの下りとかあたりをちょっと詳しく聞かせてほしいかなっていう。ああ、もう、普通に所定ウェポンにリンネさんとかと。ごちゃ混ぜになっていて、で、畑底がオツの方に行く、オツっていうか、ウェポンから出てくのを、ちょうど背中が見え、ギリギリ見えるぐらいで、なんかその、ウェポンに入ったって感じですね。市田さんを見たっていう証言が一個もないのがちょっと不思議で、そんなにたくさんの中にいたんですか？
あ、いや、多分普通に忘れてるだけだと思う。後入り、後入りって感じじゃないですか。申し訳ないが、後ろからって感じですね。あ、あとエンディス、カスターさんの最初目撃情報とかはないんですか、逆に。いや、ないな。ないから、で、多分、初手で最初の10秒でやって、ね、で、停電も遅かったから、多分、停電しなくていいんじゃねみたいな感じの判断だと思うな、メッドベイから。だから左がめちゃくちゃ少なかったから発見も遅いだろうって感じで、うん、多分サボタージュも遅かったんじゃないかなと思うから、うん、はいはい、やっぱ初手左行ってる人ってなるとやっぱゲンさんかなと思っちゃうな。ゲンさんかこれ、ゲンさん左じゃないんですけどね、カフェなんですけどね、まあいいや、うーん、それか砂溜めさんとのペアでもいいけど、ゲンさんと私とゲンさんがペア、あー、まあまあまあいい、これ多分オオカミが入れてますよ、これは。僕入れます。ちょっとあロラ仕切ってください、ちゃんとこれなら。はい。お願いします。逃がしなくていいでしょ。計算しようこれ。まあリスク切る必要だからな、最初の方は。むしむしんーしゅ。ジャカリさんとリネさん、どうすの遅くね。だいぶキリクリガスガスったな。最初のローラーした方がいいと思ったのにしました、うん、はい、はい、ローラーこの場合は太鼓誰に、そうなんですよ、 誰をローラーするんですか。高田さん3人になるんじゃないですか。高田さんと砂溜さんと石田さん、砂溜さんか砂溜さん、あと市田さんっていう容疑者1、あれなの、砂沢発見した時はもうアッサンと一緒にはいなかったとか、いなかったですね。 だから私のセルフを一応可能性はあるんですけど、まあでも停電中にあの速さでメドウェイでレポートをするのはちょっとデメリットがそのインポスター目線だと多すぎるんで、まあっていうところはちょっと考慮してほしいかなっていう。停電中だったんですね、停電中でした、ね、だそっか、あ、そっか、その後直んなかった。停電になった時にちょっと砂溜さんとその別れたんで、その直しに、ああ、そうか、そうか、その後 直しましたね、そういえばね、なるほどね、スキップした後に、あ、じゃあ一応言えるって言ってた、いいんじゃない、さすがに原産視点でのロラ対象が定まってなかったし、うん、ちょっと票入りすぎです、それは気になったわ、まあ、じゃあ僕がいい、なんて言いました、結構ちょっと声が途切れちゃって、高田と砂溜が一緒に動くのはどうだ、それだと、ああ、まあそうですね、まあまあまあ別に、うん、それは市田さんはどうするんですか、釣りってことですか。市田って別に多分上っぽいってると思うけど、だって俺見てるって言ってるから。なるほど、高田さんの目撃証言は見えなかったですけど、多分まあ来てるんじゃないかなと、市田さんから出してましたしね、うん、そう、なるほど、本当に言ってると思うけど、まあ、私と高田さんがペアで、そうですね、動くは全く大丈夫だと思うので、はい、はい、それならばいいのかな、うん、容疑者少ないからもう原産だと思うんだよな、初手、はい、原産に入れた人の開票とかします。ああ、それは私スキップでしたね。あ、自分入れました、中田入れました、一社スキップ、田迫さんと田迫さん、高田さん、高田さん、あ、じゃあ合ってるね、アス一社入れました、うん、あ、そうだったのか。はい、ちょっと分からなかったんで。くそ。じゃあ、高田砂溜ペアってことで。お願いします。はい。お願いします。はい、ミートします。ミートを忘れなく。リアクター、対策するか。いや、ちょっとこっちペアいるので。ここを見せていくか。やっぱりリアクターな。名前変わるか。ゴーゴー。リアクターといえば、頭が。これはリアクターなってるよね。オーツじゃないよね。これはリアクターね。これはリアクター、これはリアクター。頭が。いやー、200時間プレイしてて、ディアクターと O2 間違えるやつなんておるわけないよな、さすがにな。ザコ O2。
ザコ O2。 あ、O2 といえばさ、あの配信とか、おいおい、イチさん、お前今レポート行かっただろうがよ。見つかねえのかこれ。おい、イチさん、終わるんじゃね。お、セーフ。ピエンピエンピエン、見つけて、なんで見つけてくんない。己輪廻、タスクがないとかなそうだな、これ。でもやばいんじゃないか、ゲンさんに連れてるかな、さすがに。うん、はい、砂ザメ発見しました、はい。ロアエンジン の、 あの左下の隅っこの方で、先端さんが亡くなってました。あそこだった。あーじゃないんだよ、周り誰かいました。あーじゃないんだよ、周りは誰もいなかった、ね、君なんだよ、私を殺したのは。あれ、誰かいました。高田さんとまあ近くにいたんです。いないいない、ないアシカリさんが役立直したの覚えてないかな。いつ死んだんだろう。エレクトリカルで、多分 O2 のタイミングだと思います。O2 のタイミングで、O2 後にアドミン確認したときにロアエンジンに1ってあったんで、1人孤立してたんで、ロアエンジン走ったんですけど、見当たらなかったんですよ、僕が行ったときは。だから、左下にあったから見えなかったんですね。あー、そういうことか。リアクター直したときには、確か赤色のセンターさん見えて、あ、そうですね、いましたね。リアクターのタスクこなしてる途中でその O2 が鳴ったんで、僕上回りから行って上の O2 直したんですけど、うん、下その時行った時なのか、じゃあではないか。1下から回ってったんですけど、ロアエンジンのどの辺です、奥の方、左下の奥の方でした。あ、じゃあ見れてないかもしれない。俺も見れてないの。俺も行ったんですよね、うん、石田さんその後エレクトリカルいましたよね。はいはい、見ました。でその道中にリンネとすれ違ったから、すれ違ったわ。うん、ただ死体僕その時点で見つけてないからわかんないんですよね。話によると O2 のタイミングでというのが濃厚なんじゃろ。 O2 のかな。でも O2 になったタイミングで左下で殺せるんすか、ね、殺害どうなんだろう。いやー、ラザメさんとこいたんすか。前方さんは殺せるけど、一瞬行かなかったんすか。あ、O2 直しに行かなかったりとか、リアクター直しに行かないのは、基本的に人混みに行きたくなかったからですいや、多分ね、8人盤面左3人だったから、O2 になった時に異謀になるんで、二郎生存で砂ザメさんが狼じゃない場合、右に2人で狼3人のクルーズ3になったら、ああ、ごめんなさい、そこら辺のところは失念してました。で、場所いたところは、もうとにかくセキュリティのあの十字路のところで、高田さんの待って、ボールを待ってました。いや、そうだよ、動かないから、なんてなんだろうな。また立ってたの。また立ってたの。呪文のように。で、ちょっと一瞬、高田さん見失っちゃったんですよね。まあ、リスニング。まあ、高田リスニング、聞き取れた今の。人狼聞き慣れてる人じゃないと、今の聞き取れなかったんじゃないかな、これ。高田さん呪文唱えがちだから。これなんだ、バグだね。このバグもあんのか、初めて見たな。誰見よっか、誰見さんでいっか。せ殺せ殺せ殺せ。もう最適化されとるからね、もう高田さんの発言は。人狼を殺で。いや、タスク勝利の効果これ。
リアクター鳴らすしかないよな、もう。ちね、次停電したいかな。これイライラするよね。これいいね。リアクター鳴らしからの徹底ドア閉め。これもう、フラストレーションたまりまくりやからね。殺せ殺せ殺せ。あ、いいボタン。めちゃくちゃ落ち込められる。行ったり来たりしてた。はい。なんとなく結論として一郎は落ちてる感じですよね。そうですね。もうね。なんかリアクター2回なったけど2回とも全員集まってたので。で、ごめんなさい、昨晩ちょっと変な中途半端な言い方したけど、高田さんと一瞬はぐれたけど、高田さんが別に黒っぽい動きしてたかというとそうではないです。本当に自然に。お互い2人がちょっと目はぐれてしまったみたいなはぐれ方だったので、うん、はぐれたらでもどちらかに絶対ついてくって方向で進めた方がいいと思うんですけど、いや、あとリアクターと2直さない理由めちゃくちゃ気になってしまう。で言うと、もう完全に人が多いところに集まってしまうとドサクサキルが起こっちゃうかなの、もうそれ以外の理由ないです。まあ、確かに。それに対してこういう懸念はなかったのかいって言われればもうグーの音も出ないですが、もう以上です。今回の話一郎落ちてるという話だったけども、はい、ペアになってるから殺せずっていうのはあまり薄い感じなのかな。あ、まあもちろんもう一郎がの砂溜め高田剣士のどちらかにいるって可能性も全然あります。なるほど。はたそこなんですけど、マシャカリさんに1個聞きたいんですけど、僕がアドミン、はい、先ほど O2 終わった後にアドミンストレージロアって走ってるタイミングでストレージで会って、マシャカリさんも同じようにロアの方に走ったと思うんですけど、あの理由を知りたいですね。ん？いつ？オーツ後ですね。1日目？あ、1日目というか先端が死んだ日？はい、そうです。ロアで死体があった日です。ロアで死体があった日に、横山さんもう一回お願いします。センターさんが死んだ日。僕がアドミンストレージロアって走ったんですけど、はいはい、マシャカリさんがロア方向から走ってきてるのを確認してて、ストレージで出会って一緒にロアの方に走ったと思うんですよ。逆走したということ？僕についてきたんですよね。ああ、なるほど。マシャカリさんがロアエンジン、ストレージ、ロアエンジンって移動したんだ。あ、それは確かに不可解じゃない。見つけられたくなかったから追ってきたのかなって。いや、わかんない。そんなしたっけ俺逆走。ごめん、畑迫さんと一緒にいた記憶はない。申し訳ない。ちなみに俺、畑迫さん白いと思ってる。このタイミングで押してくれたから、ボタンを。うん。センターさんの話、もうちょっと詰められそうだったら詰めますけど、誰かボタン押します？僕、消費してるんで誰かお願いします。はーい。承知。うん。ここで消費しとくか、アリネさんが。殺すタイミングがなかなか。もう最速できるしね、多分間に合わないね、勝利には。はいはいはい、ちょっとセンターさんのなんかアリバイもうちょっと詰められそうなんでっていう意味もあって押しました。はいはいはい、はい。でなんか砂溜め高田剣士はまあペアだったんで、それ以外の話をまあもうちょっと詰められそうかなと思ったんで、あれ僕逆走したかな、してた畑迫さん、ごめん覚えてない、はい、マジで覚えてない。O2 直しに行こうとしてそっち側に行ったのは覚えてるけど、はいはい、ごめんなさい、ちょっと沼ってるかも。マジで覚えてない、そこ。先端さんが死んだ日の一番最後の妨害って O2 だったと思います。O2 の前がリアクターだったんですよね。話し合ってもいいと思います。コミュニケーションじゃない、コミュニケーションか。落ちてるからこそ、ね、誰を警戒すべきかとか、うん、ピア決めまでできたら、僕クソ直すの下手くそだった。だからむしろこのぐらいしかボタン押すタイミングないから、アスさんとそこで会ったね。俺も直したよ、コミュニケーション最後。ああ、行った気がするな。だから俺逆走できないんだよな、あとさこさんの言う通りだと。それだと俺逆走して左方面にいたってことになるじゃん。俺最終的に右にいたんだよな。僕ストレージロはアッパーカフェテリアストレージコミュニケーションって言って、先に僕はコミュニケーションの入り口で待ってました。アッサの作業を見てました。なかなか直さないなって思ってたんで、そうです、はい、そこから後からマシャカリさんが入ってきたって感じです。あ、そうだよね、はい、あ、だいぶじゃあ逆走したタイミングから時間が空いている。そうでもない、時間空いているはずですね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。あ、じゃあ、あれですよ。疑ってるんだったら全然ピアでもいいですよ。僕、畑迫さん、白だと思ってるんで、うん、ね、さっきの、ボタンを押してくれたのも含めて。はい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 、はい。いいんじゃない？
2人ピアってことですか。はい、で、はい、ローが1人、原産で連れてると思ってるんで、全然一緒にペアになって、まあ、大丈夫ですよ。おー、いいね。ローが1人連れてるという考えな。え、まあ、だってそう、そういう殺しがあるってないので。あー、ごめんなさい、なんかアラームが鳴った。はい、まあ、一応その方向で大丈夫ですかね。はい、じゃあ、畑坂さんと。高田さん、砂田さん、継続。まあ、僕視点だから分かりますけど、畑坂さんで、じゃあ、そうですね。唯一なら、高田さん、ちなみに、あの、リアクターの妨害なく、左に行くで、方針ですか、OK ですか。リンネさんだけなんだよね。そこは決めておこうかなって。インポスター視点だとね。あ、状況次第だと思います。あ、了解です。じゃあ、周り見てもらえればって感じで。了解です。ミュートします。まあ、本当なんかいいよね、このゲーム。人狼的要素とアクション要素が本当にバランスが程よい。今のは人狼的要素はね、どうしてもね、無意識で容疑者を増やそうとしちゃうから、前のめりで。手紙出てましたね。一個前のタイミングだったら別にそんな不自然ではなかったけど。さすがにもうみんな原作で落ちてるっていう認識だったから疑われてそうだけど、そんなにみんな視点はこんな疑ってるわけでもないっぽいですね。いけるかこれ。いや、どっかでキルしたいね。門番。でも、残念ながらそっちにはいない。ピクニックはない。これね、わかりますか、これ、モノマネ。ピクニックはない。モノマネわかった、すごい。動きが怪しすぎるね。カメラついてたね。停電かな。この次って、あ、リアクター鳴らすんだ。タスク妨害徹底か。これ何なのこれ。このマスクは。忍者タートルズ的な？タートルズ的な？やれ。何してんだ。停電欲しいかな。あ、リアクター行くのか。これでもキルするタイミングがないんじゃないかな、なかなか。お、この弁当は深い。深いぞ。あー、しかし、ドアが閉まっている。めっちゃイライラ溜まって、どんぐらいタスク進んでんだろうな。あと1メモリぐらいじゃないかな。いやー、噛み合わなかったね。キルするタイミングがない。まあ、停電したらね、タスクが進んじゃうからね。できればリアクターで、の時に殺したいけど、ペア2人作られちゃってるからな。ああ、まあ1ミリ盛りぐらいだよな。だよね、だよね。死ね。え、まあ、死んでない。はい、おー、死んでない。そう。予想外。普通にこれ、タスクで終わりそうですね。ねえ、確かに。全員バラバラで解消して単独で全員タスクやって終わりですが、はい、最後。あ、そうですね。いいです。ペアいらないですよ。かわいそう。ラスト1個で。やめてあげて。ありました。僕畑迫さんとずっと一緒にいてあんまできてないんで、こう畑迫さん終わったらあの僕のやつつけてもらっていいですか。そこだけペアダメですかね。いやいやいや、ペア組まない方がいい。なんでかって言ったら2、4、5キルしないと人外勝ち筋ないから。
あ、わかりました。じゃあもうすぐにタスク終わらします。大通かリアクターだけしか勝ち筋がなくて、5キル取るかどっちかの勝ち筋しかないから、タスクでバラバラでやってればいいだけなんで、絶対クルーメイトです。素晴らしい。わかりました。情けなどない。ハタサコか砂ザメ2択どっちかどっちかいや、ワンチャンあるかこれ。なるほどね。高田さん的にはそうなりますよね。いや、どっちかだと思う。高田さん視点だと。いや、だってこれ、キロ来てないでしょ。もうどっちかだと。まあそうだな、予想だけしてよ。でも逆に言うと、僕は結構市田さんチラチラあったけど、結構殺されそうなタイミングがあったんですけど、殺されなかったんで、うん、まあ大丈夫。やっぱリアルのタイミングとかで O2 やってたりして、 O2 のタスクやってたからかなり白いと思う。まあ私はまさかりさんか畑迫くんかなっていう感じかな。あ、でもそうそうね、そうね、さかりさん視点そうだね。私視点はじゃあまあスキップ。結構食い違ってたもんな。みんなさんも服怖いなって結構思ってたんですけど、まあまあタスクを頑張ってもらってましょう。じゃあタスクスパッと終わらします。はい、ミュートします。あ、誰か。でもこの前あったからな、 O2 でもう本当に噛み合っちゃって負けたみたいなのあったからな。これはリアクター鳴らすのがいいんじゃないかな。あーだよね、リアクター鳴らし、もう一回リアクター鳴らしからの、おつ停電、停電おつ、いや、て、あーいや、停電は間に合わんかな、タスク的に。停電挟んで2キル起こせたら一番いいけど、2キル起こしておつ勝利かな。1キルで切れたら1枚。もう1回リアクター。あ。はーい。はーい。はい。見ちゃいました。いや、見ちゃったわ。わら目の前、あ、ちょっと静かにしてもらっていいですか。やばいわ、見ちゃったわ。これ、静かにしてもらって。ちょっと静かにしてもらっていいですか。あ、ローラーでもいいです。そこの、手が血で濡れとるわ。そこの女を殺してください。手が血で濡れとるぞ、バシャカリ。はい、あそこを見ました、リネさんが殺した。そこの二郎じゃわ。ありえないだろ。そこの二郎じゃわ。ありえないだろ。そこの二郎じゃわ。お疲れ様でした。血に飢えた獣の目。高田さんに至ってはミュートしてるしな。あ、でもやもう、ちょっと投与しちゃってた。はいはい。おかしい。さよならな。いや、もう、なるほど。まさかりに投与する。後悔するぞ。必ずな。バイバイ。わー。殺せ。なるほど。なるほどね。いやすごい場所で殺しに来たら、もう無理ちゃったから、まあ、難しいっすよね、絶対。まあ、もう手がもう伸びてったわ。あれむずいよね。あ、落ちちゃった。まあは、パシュッとしな。いやー、殺したくて。いいえ、もうゲームのね、サボタージュも、本当は停電とかも挟むべきなんですが、タスク勝利が怖くて、どうしても皆さんずっと左に寄せ続けなきゃいけないっていうマインドが働いて、ずっと原子炉でやっちゃうんですよね。全然タスクできなかったもん。俺もそうっすね。もうちょっとじわじわ殺せばよかったのかな。十字路で団子になる多分タイミングがかなりあったので、そこでバシュってやれば、まあ、いけるかなっていう漠然とした読みあって、さすがにそこまでリンデさんには本当にできないので、厳しい。僕もでき、ね、十字路キルはでき、僕もきついですね。いやー、まあ、さん俺逆走してた。いや、してました。ストレージで出会ってロアエンジンの方に一緒にほぼ並走してて、あれ、これ見つけられたくないんだろうなと思って。あれ、ごめんなさい、マジか。なるほど。ペアで動くの難しいな。ペアが強いよ。結果リンネさん誰殺しても、うん、疑われるって言ってます。2ペアで動いてましたよ、ね。あれ、ゲンさん、あ、ごめんなさい、ゲンさんってフェイクタスクって左上光ってました？いや、光ってないです。ですよね。多分か初動言わなかったですけど、初動左上のタスク多分発生しないです、ね。あ、マジですか。あ、そう、覚えてる。だからもう多分それでそうか、それでバレちゃったのか。今、議論では言わなかったっすけど、ロータリブで入れてましたもんね。あ、
あれ左上のタスクは発生しないです。確か、あれ、ハイデンバンクですか。ハイデンバンクかダウンロードのやつですよね、確か。最初のマップでフェイクタスク入れて見ないあれだね、配線で、多分ストレージ、アドミン、カフェテリア左上っていう順番で発生するんじゃなかった。なるほど。メドミーでキルした以上、初手左上って言っとかないとあれかなと思ったんですけど、ああ、そうか。まあまあまあ、しゃあない。いろいろ書くのはなんだ。あれ、先端さん殺しはリンでいつやったんですか。O2 前にやっとったわ。あ、そうか。リアクターの後の直後だね、リアクターの。時系列は。ああ。そう。見つからなかったのよな。いや、全然わかんなかった。いいところにいてくれたわ。ありがとう、センターさん。うまかった、あのキル。ありがたい。後半2人組になったらやっぱ強いっすね、クルメイト。